バンダイスピリッツのケリーです。今日は秋葉原にある魂ネーションズ東京に来ております。2020年、51年の歴史を誇るサンデーコミコンがついにオンライン開催となります。我々魂ネーションズは魂ネーションズ東京にブースを構え、全世界にオンラインで発信していきたいと思います。今日はこちらのブースの情報を伝えるために強力な助っ人を呼ばせていただいております。三岡さん、どうも。魂ネーションズドラゴンボール担当の三岡です。本日はよろしくお願いします。いや、もうドラゴンボールの商品がずらっと並んでる、スペシャルなブースになってますね、はい、さらに今日はスペシャルゲストもお招きしました。お、小坂さん、どうも。あなたの心の恋人、小坂大魔王でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。硬い硬いって、こんなすごいとこにいるんだから。だから緊張するのは分かりますよ。置いてあるものがもの、ね、え、今軽くぶつかったけど、このずっと映ってるこの後ろとかも。そうなんです、ね、こちら SH フィギュアーズというあのドラゴンボールのフィギュアから作り出した仏像になります、はい、等身大になってます。 SH フィギュアーズ僕相当持ってます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。このデカさもあるんですね。そうなんです。いやー、でもすごい特別に作られたブースなんですね。そうなんです。今回あのサンデーコミコンに合わせて、うん、はい、あのこちらのブース魂ネーションズ東京で設けさせていただきました。これはちょっと一個ずつ全部紹介してくれるか。そうですね、はい、あのこれから回っていけれたと思います。やばいですね、これ楽しみですね、はい、もう今もうこれを見るだけ鳥肌が生えて、もうすぐ羽毛が生えます。ゴミクックドゥドゥドゥかかるみたいな。そうやばいです、ね、大変ですけども。もう見せて、あ、紹介してください、順番に回っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、ここに広がっているのが、はい、ドラゴンボールの SH フィギュアーズをずらりと並べた展示コーナーとなっております。ですよ、もうなんかもう夢の中に入り込んだ感じですよね。まああんまり言ってなかったんですけど、小坂大魔王って言ってね、あの名前が大魔王なんですけど、実はピッコロ大魔王から、ね、撮ってるんですよ。そうなんですか、うん、そうなんですよ。僕ピッコロすごい好きで、これは本当その昔、僕は本名小坂和人って言うんだけど、うん、小坂和人でバンドやるときに名前変えようってして、じゃあ俺はじゃあ大魔王なのって言って、ある意味ピッコロ大魔王の大魔王を取って小坂大魔王なの。そうなんですね。そうなんです。だからピッコロと今ようやくご本人と会えた。ぜひ見てください。いやー、これはですね、あの男前になってからピッコロ大魔王ですよね。そうですね、そうですね、あのピッコロさんかっこいいの頃からですね。いやー、このダボダボのこのうまいと、これも表すのすごいね、崩さずなのに立つってことですよね、はい、そうなんです、これが大事だよね。すごいね。あ、ここだけで2時間いっちゃいますね。次行きましょう。こちらはあの SH フィギュアーズ史上最大ボリュームのオーダーとなっておりまして、で、ね、うん、なんとこちら内部にはダイキャスト金属を使っているので、え、すごい重いんですよ、このずっしり感。え、これ本当の猿？え、これ相当重くない？そうなんですよ、内部を。なんで金属、それは保持力を強化するために、まあ、このサイズででっかくなってる分、保持力が重くないと立ちづらいし。そうなんですよ、なりますね。これも重たいけど、今これ台もついてるんですか。そうなんですよ、台座も付属しているヤジロベ付きの。そうなんですよ、この重さはいいですね。そうなんですよ、これはちょっと触んない、今年はね、触れないからオンラインですからあれですけど、僕が保証します、いい重さです。ありがとうございます。すごい。で、次こっちもすごいいい商品なんですけど、あ、じゃあ最近発売された海洋圏バージョンの枠になっておりまして、プシャーっていう、いやポイントなのがこの海洋圏っていう難しい表現をこの彩色で表現するっていうところが、これだってきっと、これ俺触ってもいいですか。これ単体で見たら一瞬何だろうと思いますね。魚のこの部分とかについてですね。これがここにつくとまさに芸術的な、あの一瞬が止まった感じ。そうなんです、すごいよね。しかもこれとこれ同じ商品ですし、髪型が、うわ、本当だ、2パターン再現できるような、顔が大事じゃないですか。これ以上上はないぐらい顔、悟空ですもんね。ありがとうございます。悟空がこれを見て悟空だって言うぐらいですね。素晴らしい、ありがとうございます。こちらフィギュアを使ってドラゴンボールの世界を再現させていただいたコーナーになります。もう僕らの夢だね。こんな大きくね、上まで全部となってて、そこにその世界観で、かっこいいね、あれ。そうなんですよ、金のフリーザが殺しますよってまで言うは言うんですね。そうです。いや、僕らはもうこの、僕はね47歳なんですけど、はーが、もうど真ん中青春というか、もう少年時代ですね。
もうこのバイクが欲しくって。あ、そうなんですか。これ実際にあのブルマ、ピンクのブルマが乗ることができる、うん、あ、そうなの。え、しかもこのダイキャスト製となっておりまして、非常にずっしりとした重さで、あ、すみません、タイヤも動きますし、はい、これは買います。ありがとうございます。素晴らしいね、これ最高だよ。これもうこれにブルマ乗っけたいと思うよね。そうですね、ロマンティックはもうよ、ね、最初雨だからね、おいでファンタジーが始まって素晴らしい。これは天下一武道館の前で ねジャッキーチューン、ジャッキーチューン、ね、ここまでのキャラクターもすごいね、ジャッキーチューンまで。はい、うん、こちら実はこのブース、ーあのブース内をオンラインで見ていただくことができまして、このような形で実際にこのブースの中をまるで本当に歩き回っているかのようにこうやって回ることができます。なるほど、これたらいいですか。はい、あ、すげえ臨場感で、この個人の丸は、あ、をクリックしていただくと、こうやって出るんだ。はい、あ、本当だ、いけた。こんな感じで商品のページに飛んで、はいはいはい、こうやって360度、はい、回して、物全体がアップもできて、そうなんですよ。で、どんな角度からも見ることができるようになってます。ただ、うん、見れるだけじゃなくて、うん、オンライン上で購入することもできちゃいます。このまま、はい、はい、世界中でやってるとこはこうしかないですよね。ここしかないです。ないね、オリジナル、これだけだね。はい、よし、特許取っちゃおういやー、すごいね、こういう風にサクサクいけるのがいいのかだね。で、こちらのイベント、うん、のあのオンライン上で買えるという限定品がこちらになります。だからもう言ってもいい、一押しですね。そうです、うなん、これが目玉だと、はい、このイベントのために作られている。じゃあもう今もう本当この世界中のドラゴンボールフィギュアファンはこれ見てマジかと思ってるんだ。もう間違いなく興奮してる。来たぞと来ましたねっていう感じですごい。ちょっと一個ずつ、はい、これなんとか通常の悟空な感じがしますけどって思うじゃないですか、はい、こちら身勝手の悟空の日差しバージョンとなっておりまして、はい、身勝手になる直前の瞬間で悟空の上着の部分がちぎれて、はい、下の紺色の道着が見えてる、はい、初めてのバージョンの悟空となっております。最高じゃない。いや、ドラゴンシリーズでこの紺道着の状態っていうのは再現しなかったので、そのマニアックな一瞬が今回限定になる。そのイベントのために一番燃えるんですよで、その中でこれは何ですか。これはギアスゼロのブロリー、スーパーサイジブロリーになりまして、はい、こちらの超エクストラルバトルシリーズとなっておりまして、はい、無稼働のフィギュアにこのクリアのエフェクトがふんだんに使われたシリーズとなっております。これも芸術じゃん、もうこれ。しかも髪の毛とかもクリアパーツを使っておりまして。ほんとだ、かっけ、うわ、すげえ、浮いてんじゃん、うん、うわー、これはさっきのあのバーチャルで、こう近づいてここに来ればグッと見れるわけですよね。そうなんです、あの特別のページに飛ぶことができて、そこであの詳細見ることができます。そいつはすげえぜ。つまりこっからも見れるし、そうなんです、こっからも見れるしみたいな。はい、360度であのフィギュアの後ろとかも全部見ることが、全部見ることができます最高ですね。今回なんとこの会場で初公開となるアイテムがございます。なるほど、はい、これが、はい、こちらの3つなんです。こちらどこどこどこ、こちらまずリーザ第一形態。あ、第一形態だ。大体やっぱ最終形態。そうですね、やっぱり一番有名な絵はあっちですよね。ファンが商品化を望む声が多く、今回参考展示という形で。こんなにピンクでした。そうなんですよ、イメージなかった。やっぱそうか、そう、これはすごいね。これは確かに素晴らしい。今度こちら、これは待ってましたね。本当ですか。ね、やっぱ父ランチはね。そうですね、やっぱちょっとフィギュアとしては欲しいですよね。そうですね、あ、サイズ感もいいし、このね、いわゆるエイティーズの靴下の履き方このね、うん、でこの髪型、80年代のこれが再現できてますね。ありがとうございます。こちらもまだ参考展示っていう形なんですけども、今後の展開にご期待いただけたらなと。こちらは、うん、あの先日あの始まりました、はい、あの魂ウェブ商店の、はい、海外バージョンとなります、はい、あの特にアメリカのプレミアムバンダイ USA のコーナーとなっております。おー、こちらにある商品は、はい、プレミアムバンダイ USA でしか買うことができない。今回あの完全受注生産になるので、このタイミングを逃すと手に入らないっていう商品と。超限定版に近い。そうなんです、ね、まず押させていただきたいのが、はい、こちらのザマス。こっちこっち、はい、すいません、こっちこっち
全世界でこのプレミアムバンダイ USA でしか手に入ることのできない商品でございます。プレミアムバンダイ USA で買えない名前がザマス最高ですね。めっちゃ日本語のザマスが世界的には USA でしか買えない。そうなんですよ。このチャンス逃すと本当に手に入らない商品になっておりまして、いい目してるね。なるほど、これは急いで物見るのも大事だけど、これはまあまあ早めにポチッとした方がいいですね。これはね、もうちょっとドラゴンボールも大好きだけど、もうゴジラやばいんですよ。ありがとうございます。もうゴジラの酒井さんという原型師の方のサイン入りのフィギュアと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ面白い。いやもうそうなんですよ。もう大好きでビオランテですね。これかっこいいね、ビオランテ。これ以前1回発売されているんですけどね、はい、彩色をちょっと変えておりまして、より劇中の感じが出るようなスペシャルなカラーリングになっている。これなんか中のこれとかなんかすごいですね。そう、実はこちら電池を入れると光るっていう。光らしちゃいました。光らしちゃいました。はい、買います。ありがとうございます。ではこちらなんですけど、このイベント限定のスペシャルカラーバージョンとなっておりまして、いわゆるハリウッド版。そうなんですよ。キングオブモンスターズに登場したゴジラ2019のブルーカラーバージョンというか、スペシャルカラーバージョン。はぁ、これは箱込みでいいのか、欲しいね。で今回ポイントなのがこちらのイラストなんですけども、はい、それこそビオランテだったりだとか平成のゴジラシリーズのデザインを手掛けられていた西川真司さんが書き下ろしていただきまして、この商品でしか見れないこのスペシャルなイラストっていうところ でさらにスペシャルカードも付属しておりまして、スペカね、スペカ、はい、すごい。じゃあ商品自体もただの青いクリアではなく、ちゃんと彩色が施されておりまして、背びれの部分を見ていただくと、ここが動く必要あんの？それによってすごいよね。尻尾がどんな角度でもできるんですよ。ここが動くんだよ。こちらもびっくりだよね。これもイベント限定品なので、今まさにオンラインで買うことができる商品でございます。小坂さんに、はいはい、ぜひ紹介させていただきたい新ブランドはこちら、イマジネーションワークスになります。通常だと12分の1サイズのスケールなんですけど、今回は9分の1サイズという新しい、ちょっと大きめの。ほー、なんとこの腕なんですけども、シームレス構造になっておりまして、分割がないんですけど稼働する。あれ、ちゃんとこうやると筋肉が膨らむじゃないですか。そうなんですよ。何やってんすか。どういうことこれ。関節のね、必ず必要な、はい、ちょっとした切れ目があるじゃないですか。あれがないんだ。そうなんですよ。最高の見た目を追求した結果、腕をシリコンにすることになります。もうこの腕だけで3年間ぐらいかけた。ここだけで。そうなんですよ。これ伸びて1000日。もうクレイジーですね。すごい。はい、ここまでコミコンアットホーム魂ネーションズブースを一緒に回ってきたんですけれども、小坂さんいかがでしたか。疲れましたね。疲れ、ほんの数十分でしたけど、興奮しちゃって、はい、だからもう正直言うと、まあ、時間があんまなかったんでね、一個一個しっかり見る場合にはもう VR でいきます。ありがとうございます。こうゆっくりと確かめて、どん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 買っていきたいと思いますね。ありがとうございます。はい、素晴らしかった。これはぜひ皆さんも体感してみてください。はい、皆さんもぜひコミコンアットホームサンデーゴコミコン魂ネーションズブース、ぜひ楽しんでいってください。はい、ハロー USA、 ピコ太郎と申します。アプシクスロンギチュースペーションスイフトエスンデジオコミコン。さあ、というわけでございまして、コミコンアットホーム魂ネーションブースオープンしました。おめでとうございます。ちょっと修正しますね、皆さん。おめでとうございます。本当は私も行きたかったんですが、ちょっと私でもまだ歌だけでは食べれないのでアルバイトをしているんですね。海に塩を足すバイトをしているんですね。この魂ネーションブース、皆さんバーチャルブースで体験できます。こうやってシュッ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 ってやると、シュッシュッシュッキュッってやると、ってなるもので、ぜひとも思いっきりこうしてみてください。そこからもピッと変えたりできるんです。私も買おうかなと思ってます。ピカロでした。はい、じゃあ、もう一度、ありがとうございました。どうもすみませんでした。